漫画「進撃の巨人」における登場人物の中で人類最強の兵士と謳われるのが言わずと知れたリヴァイ・アッカーマンですが、リヴァイはその呼び名の通り作中に描かれた人物の中で圧倒的な強さを誇るキャラクターですよね。公式の人気投票でも毎回上位をキープするほど読者から愛されており、あまりにもチートすぎる強さでたびたび死亡説が噂されるなど常に注目を浴びる人物です。そんなリヴァイは強いだけではなく紅茶が好きだったり潔癖症な一面があるなど意外な素顔も作中では見せていますよね。しかしリヴァイに関する意外な事実や裏話が他にもいろいろ作者本人から語られていることをご存知でしょうか。今回は作者伊佐山先生が明かしたリヴァイに関する作中では明かされなかった裏話や裏設定などをまとめてみたのでご紹介していきたいと思います。それではここから先は最終話までを監督されていることを前提に解説していきますので、未読の方は先に読んでからご視聴いただくようご注意ください。リヴァイの年齢、童顔で若々しいイメージのあるリヴァイですが、彼の年齢がいくつなのか気になっている人も多いのではないでしょうか。リヴァイの年齢に関して実は公式で発表はされていません。しかしこれまで何度か言及はされたことがあり、まず2013年に行われた作者伊佐山先生のサイン会で30代ぐらいとの情報が出ます。この後2014年8月に担当編集バックさんのツイートという形で30歳よりは上だけど今後の話に関わる可能性もあるので具体的には言えませんとの言及がなされました。さらにその後2016年に更新された伊佐山先生のブログでイベントでリヴァイの年齢が30代後半と口走ってしまいましたが、誤りです。正しくは30代前半のイメージですという言及がされています。これらのことからリヴァイの年齢が30歳以上であるのは確定ですが、正確な年齢は分かっていません。考察としては最終回で描かれた巨人の力が消えてから3年後の世界において39歳ぐらいではないかと見られています。リヴァイの元ネタ、リヴァイといえば黒髪の刈り上げスタイルに鋭い目つき、神経質そうな表情の小柄男性で首にスカーフを巻いているのが印象的ですよね。アッカーマン一族特有のズバ抜けた身体能力で一個旅団並みの兵力を持ち合わせた無敵キャラという特徴を持った人物です。作中においては巨人討伐に欠かせない重要人物であり、調査兵団の兵士長として最後まで大活躍を見せてくれました。そんなリヴァイのキャラクターには実はモデルがいることを知っていますか。それはヒーロー社会を描いたアメリカンコミックのウォッチメンという作品に登場するロールシャッハというキャラクター。リヴァイとは生い立ちや人間離れした身体能力、首元のスカーフ等の共通点が挙げられます。実際別冊少年マガジンの作者への質問コーナー伊佐山先生へ一問一答で、リヴァイ兵長はなぜスカーフを巻いてるんですかという質問に対し、伊佐山先生はウォッチメンを見たからですと回答しているので、リヴァイのスカーフはロールシャッハの影響であるとわかりますね。しかしあえて逆にしたと思われる設定もあります。それはロールシャッハが不潔キャラという部分。作中ロールシャッハは部屋は汚いし服や食器は洗わない、風呂にも入ってないので体臭がきついという不衛生極まりない一面がありますが、リヴァイは真逆の綺麗好きという設定にしたのは伊佐山先生の遊び心を感じますよね。またリヴァイという名前にも元ネタがあり、2006年公開のドキュメンタリー映画ジーザスキャンプという作品に登場するリヴァイ少年からその名が取られたそうです。伊佐山先生は自身のブログにていい名前だと思ったのでと理由も明かしていました。リヴァイ班のオルオ、5巻20話では巨人化できることが分かったエレンの身柄が審議にかけられ、リヴァイと共に行動することを条件に調査兵団として迎え入れることとなりました。エレンはリヴァイの指名で集められた精鋭揃いの特別班、通称リヴァイ班の一員となり、巨人化の謎を解き明かすべくリヴァイ班と行動を共にします。ここでご紹介したいのがリヴァイ班に所属する人物、オルオ・ボザド。オルオはリヴァイに深く浸水する人物で、リヴァイと同じくスカーフを巻いていたり、色や長さは違えど髪型もリヴァイを意識していることがわかります。老け顔なので20代後半やそれ以上にも見えますが、実はまだ19歳という意外性を秘めた人物で、討伐数39体、討伐補佐数9体と巨人を仕留めた数はリヴァイ班トップの実力者でもあります。そんなオルオはリヴァイに憧れるあまり、髪型などの容姿だけにとどまらず喋り方までリヴァイの真似をしています。しかしリヴァイ特有の皮肉めいた喋り方は難易度が高いのか、よく舌を噛むのがオルオの残念なところ。同じくリヴァイ班であるペテラ・ラルからはリヴァイの真似をしていることに嫌悪感を向けられており、舌を噛み切って死ねばよかったのにとなかなかきついことを言われています。そんな見た目や話し方などを真似されていることに対し、リヴァイ本人がオルオにどうこう言っているシーンは作中出てきません。ですが伊佐山先生の一問一答によると、リヴァイはオルオが自分の真似をするのを内心嫌だなぁと思っているとのこと。
リヴァイがそんなことを思っているとは意外ですが、それを表に出さないところが大人だなと感じますね。きっとリヴァイは真似されるのは嫌だと思うものの、舌を噛みまくっちゃう残念なオレオが憎めないとも思っているのではないでしょうか。ウォールマリア奪還前夜、18巻72話ではウォールマリア最終奪還作戦前の様子が描かれました。エルヴィン団長を率いる調査兵団はエレンの家の地下室に隠された秘密を探るべく、ウォールマリア奪還を2日後に決行することを決めます。その話し合いの後、2人きりになった部屋でリヴァイがエルヴィンにウォールマリア奪還の際はお留守番するよう諭します。なぜならこの時のエルヴィンはライナーたちからエレンを取り戻す際に負傷し右腕を失っていたから、以前のようには動かせないこの体で巨人に挑めばエルヴィンが死ぬ可能性もおのずと高まるわけですから、その身を案じて警告しているのです。リヴァイは現場の指揮をハンジに託し、お前はここで家宝を待てとエルヴィンに説得しますが、エルヴィン自身は過去に父親から聞いた仮説を地下室へ行けば証明できるかもしれないという期待から行くことを譲りません。リヴァイは根負けした形でエルヴィンの命に従うことにしますが、実はこの時リヴァイは内心苛立っていたことが伊佐山先生のインタビューによって明かされました。引き分けのないエルヴィンに対し、お前の判断を信じようとリヴァイは言いますが、これは何が起きてもお前の責任だぞという怒りが込められていると伊佐山先生は語っています。またウォールマリア奪還前夜に団員へ肉が振る舞われた際には、エレンとジャン恒例の喧嘩が始まり、誰も止めに入らない状況の中リヴァイが仲裁に入ります。この時必要以上の暴力で喧嘩をやめさせたリヴァイですが、実はその一件での八つ当たりだったことも伊佐山先生は明かしています。リヴァイにそんな心情があったなんて意外ですよね。それを踏まえた上で改めて読み返してみると、エレンとジャンへの当たりが強いことにも納得しちゃいますね。紅茶に関する裏話、リヴァイの特徴の一つに紅茶好きというものがあり、これは作中でも描かれてますよね。13巻54話ではリーブス商会との交渉時に珍しい食材や嗜好品を調査兵団へ優先的に回すという条件を提示し、その際に紅茶とかなとちゃっかり自分の好物を伝えてます。28巻113話ではジークの脊髄入りワインを飲んでしまったリヴァイの部下が巨人になった際、回想シーンの中でワインを欲しがる部下たちに紅茶があるだろと言っているリヴァイがいますよね。一問一答でもリヴァイの好物を聞かれた伊佐山先生が、リヴァイは紅茶を愛飲していると明言しているので、リヴァイの紅茶好きは広く知れ渡っていると思われます。またその紅茶に関することで言えば、リヴァイはカップの取っ手部分ではなくカップ本体を上からつかみ上げるような独特な持ち方で紅茶を飲んでいます。この癖のあるカップの持ち方がネット上では平調飲みと名付けられるなど話題となり、なぜ平調飲みになるのかを考察する読者も少なくありませんでした。中にホコリが入らないように、や潔癖症のため取っ手に触れたくないからなど、綺麗好きのリヴァイらしい理由が考えられましたが、後に伊佐山先生のインタビューでその本当の理由が語られたのです。それはリヴァイは子供の頃に必死で手に入れたティーカップの取っ手を持ったらカップ部分が落ちて割れたそうで、それ以来トラウマになりカップ部分を持ってお茶を飲むようになったとのこと。なんとも可愛らしい理由で驚きですよね。ちなみに紅茶好きのリヴァイにコーヒーを飲ませるとどうなるかという質問には、鬱になりますと伊佐山先生は語っています。リヴァイの死亡予定、リヴァイといえば作品一のチートキャラと言えますよね。巨人にならなくとも巨人と同じくらいの力が引き出せるアッカーマン一族の人間であり、無垢の巨人はもちろんのこと、知性持ちの巨人さえも互角で戦えるかそれ以上の実力を持ち合わせています。そんなリヴァイが万全な状態であればいくらでも巨人をやっつけてしまう可能性があるので、リヴァイが無双しないためにも大きな怪我で動けなくさせるなど、伊佐山先生は扱いに手を焼いていたそうです。そんなリヴァイを作中で死亡させる予定だった伊佐山先生、伊佐山先生といえば役目を終えたキャラクターは死亡退場させることで有名ですが、その発言通りサシャやハンジなど主要キャラを容赦なく退場させているので、リヴァイに関してもありえない話ではなかったのです。しかし描いているうちにリヴァイにふさわしい死に場所を用意することができず、それならば殺すべきではないという結果に至ったそうです。かねてから死亡説の絶えなかったリヴァイが結局最後まで生き残るという意外な結末にほっとした読者も多くいたことでしょう。伊佐山先生へ一問一答、別冊少年マガジンにて掲載された伊佐山先生へ一問一答のコーナーでは、読者からの様々な質問に対し伊佐山先生が答えてくれました。作中では明かされない裏設定やキャラクターに関する裏話など読者の知りたいことに答えてくれるため、より進撃の巨人の世界観が深く知れて楽しめるコーナーです。その中でもキャラクターで言えばダントツにリヴァイに関する質問が多く寄せられており、さすが人気者なだけあってリヴァイのことをもっと知りたい読者がたくさんいるようです。
すでにいくつか触れましたが、ここではそれら以外の一問一答をピックアップして見ていきましょう。9、リヴァイ兵長は何をしたら笑いますか？ A、超便利掃除グッズを見つけたら笑うかもしれませんね。9、リヴァイが一番気に入っている掃除道具は何ですか？ A、雑巾を一番信頼しています。9、リヴァイ兵長は班の食事作りを手伝わないのですか？ A、後片付けをやりたがります。このあたりの質問は、リヴァイの潔癖症や綺麗好きキャラを意識したもので、伊佐山先生の返答にもリヴァイらしさが込められていますね。後片付けをやりたがるリヴァイの様子が容易に想像できます。9、もし兵長がイメチェンしたらどんな髪型ですか？ A、どんな髪型だとしても刈り上げだけは譲らなかったと思います。9、リヴァイ自身もうちょっと身長が欲しいと思ってたりしますか？ A、思ってます。リヴァイの容姿に関する質問ですが、身長の件ははっきりと言い切ってることからも強い思いを感じ取れますね。ちなみにリヴァイ兵長の身長は160センチ、体重は65キロと公式で発表されています。また物語の展開における質問や強さに関する質問もありました。9、なんでリヴァイはハンジのことをクソメガネと呼ばなくなったのですか？ A、ハンジが団長になってからはリヴァイもさすがに組織の長の立場を重んじているようです。9、再会したリヴァイとケニーは1対1で戦ったらどちらが強かったですか？ A、あれは正式にリヴァイの勝ちだったと認識しています。9、兵長は銃の腕前も最強レベルですか？ A、なんだかできちゃうんですが、銃は武器として信頼しておらず、刃物に信頼を置いているみたいです。銃なんてなくても刃物だけで戦える兵長はさすがですね。そして組織の仕組みをわきまえていることから大人な部分も垣間見えます。今回は作中で明かされなかったリヴァイに関する裏話をご紹介しましたが、このように進撃の巨人では作中では語られていない話も数多く存在します。皆さんが知っている裏話がありましたら、ぜひコメントしていってください。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。